はい、皆さんこんにちは。明日ご機嫌なのはね、明日ね、台風の間でラッキーなことに晴れ女なので、沖ノ島秘境エリアに入ってきます。とっても紹介です。ディープライナーのロジカル604番それから相棒が、こちら隠し味が2000番、2.5 号600ガッチガチに入れました。だからリーダーをつけていきます。リーダーはプレミアムマックスとオーシャンレコードのこの辺を用意してもらいました。服はいらないかな、服はいらないなまあ一応100持って降りてますけども、それからもう一本ポセイドンの3番ですね。それからこっちは2号がたくさん入ってる、いてますかね、できないかもしれない。途中高ずりしちゃったんですけど、まあ全然使えるんですよね。それからとスロージャーですね。それからよいしょ、こっち私が一番好きなやつかもしれない、フィジカルの55、軽くて使いやすい。めっちゃね、ショートなんですけど、イカとかこれね、2番とか途中とかで使ってるけどすごく好きですね。全体的に跳ね上げる力はすごくあると思うんですけどね、そして柔らかくて軽い、ストーキーの感じもすごくいいと思います。私も私ので今度うちのメニューマリの方でも買えます。チーズもやっていくと思うのでよろしくお願いします。で、オーシャンマーク今年から出ました。オーシャンマークが出たブルーサファリーレベルワインダー付きの、まあこういうね、待ってたんですけどね、ビール、まだ私食べてるワインダーはもう大丈夫だけど、ドラッグ、レバードラグが使えないから半レバードラグ式みたいな感じで今使わせてもらって練習中。もうディープライナーのテラももう入ってますし、もうね、スプールも入ってるので、これね、紙でも書いてますよ。これは 1.5 号巻いてます。テラっていうね、800テラも使えるようにならないといけないので、テレビリールですね。この電動リールともつけます。ロシアの E でスパイラルガードですね。5番ヘルト、それに今のビートマスター3000J。 テレビリールはいいかな、重たいから。テレビリールも持ってきません。で、20の線テレビリールで大雑把ってよく言われます。スコーピオン MD、一巻きが125のエクストラハイヤー3000ですね。ごめんなさい、300ですね。これをビリールで持っていきます。最後と落としてしまいました。ここでしょう。で、私の大好きなバリバスのこれ、先が痛くなるね、合わせると洗って大きくなってます。結構ね、ちっちゃいサイズ売ってないんですよ、この半分半しか。あれ、グレー、私のところにも行きたいと思います。これを、全部入れて、全部入れました。次の紹介です。今回は180から400、これを期待してます。なので、私、3人で結構引き飛ばしてます。中心帯でね、特にこの色すごく私、いいなと思ってるんですけど、まあ、ブルーとかオレンジもあるので、使ってみようと思います。ブローじゃないとね、正解。上はあっても、正解は10度以下で、5度とか6度の世界ですね。15度とかね、16度の世界です。これは、プロミスの時に使ってみようかと思って、ワンナップさんのダブルホールを3色から、またこのことに。使ってみます。このテラ柄の新しいこのレグラ、スワッサのグローのレグラ、ちょっとね、赤金間に合わなかったんだよな、そういうのなんですけども、リプライナーの650まで作ってみましょう。ここね、350、400、いろいろあります。で、最近ね、合うものに会えてないんですよね、実を言うと。ランス持ってってみますけど、浅いとこ行かないから合うものもいないと思います。
あとはね、ちょっとこの辺りに入っちゃったかな。こっちが350とか、この辺に450とかの折りからね、かわいいでしょ。ハートだよ、ハート、ね、どこのお店も皆さん折りから出されてるんで、まあ、うちのお店もオープンして1週間経ったら、1周年経ったら入れてみたいと思います。よいしょ。ではこれで私は沖ノ島遠征秘境ツアーイエローテールさんの船で行きます。今日夜中にね、4時までに出港で着かないといけないんで、頑張って行ってきますよ。キャップはディープライナー、それからバッテリーね、あとカッパです、持ってきます。では皆さん、また超過報告いたしますので、よろしくお願いします。